さんも結構人間を8種類に分けるとしたら俺とアバダンが同じ場所にいそうだけどね。ただ結構違うなと思うけど、アバさんの方が意外と社交的だし、意外となんかちゃんと人脈あるなって思うんだよね。それコミュニケーション力っていうのか何なのか分かんないけど、キシルさんとさ九州でなんかずっと一緒にさ行動して、なんか一緒にラーメン食べたりとかしてさ、でキシルさんキャッキャ嬉しそうにさアバさんと一緒にラーメン食ってるとか言ってさ、なんかツイートしてたじゃないですか。なんか意外とね、そうちゃんとこう人と一緒に言えるんだなっていうのもなんか思ったりするし、結婚式にも俺と違って大違いで呼ばれるし、やっぱり今何回も言ってるけど31歳になって結婚式1回も行ったことないっていうのは結構すごいことなんだろうなって最近思い始めたら、ひしひしと愛されべた。そうかもね。なんかまあめんどくさいなっていうのは、将軍と飯食うの難しい、まあ確かにあんま行きたくないなって思ってるかもしれない。なんかね、まあ、特にフィリップはいちいちそんな飯食いながらさ、落ち着いて最近どうよみたいなさ、これから今後どうして生きていくのみたいなさ、そういうなんか熱い話っていうかさ、改まった話とか、なんか寒いなって思う、まあ、いつも言ってるけどさ、本当に目の前に浮かんできたちょっと面白い単語をポンと話してさ、それで面白い面白くないみたいなさ、もうそれだけでいいフィリップは。でしかもこれは絶対言われるってのはその通り、毎回言ってるフィリップには、そう俺我々はそれだけでいいんだよね。なんか人によるんだよな、それも。それすごい最近か、最近っていうかもう結構前から考えてるな。スマゼで誰と仲いいんですかっていう風に、まあ結構質問されるんだけど、方向っていうかさ、ベクトルが全然違うんだよなっていう。スカラーっていうか、長さを仲いいと取るのか、この方向に伸びて、誰が一番伸びてるかっていうのを仲がいいと定義しますなのかが結構むずいなって思うんだよな。撮影以外で会う場面がないからしょうがない。確かにね。あ、でも俺もフィリップ以外も撮影以外で基本的に人と喋ってないっすよ。話したのか。で、フィリップはそれで言うと、全然俺の中で他の人と違う方向にベクトル向いてんだけど、この長さはかなり長いと思うんだよね。で、よく言われる、例えばその、何でも話せる仲みたいな。何でも話せる仲、そのプライベートに、例えば恋愛とかさ、そういう何でも話せる仲みたいなのが多分一般的に、そこに収まっている人っていうのが多分結構仲がいいとされるんだけど、そこはあんまいないんだよな。で、それで、本当に遡って考えてみたら、京都にいた時、関西勢時代のアトリエがそれに一番近かった気がする。そういうなんか割と他の誰にもしない話はするけど、それを別になんか仲がいいとは言わんな、みたいな。仲がいいからそういう話してたわけじゃないな、みたいな。たまたまそういう話しやすかった、しやすい空気をそいつが出してたなってだけな気がするから。そう、アトリエとは昔そういう話もしてたけど、別にそれを仲いいというのかもわかんないし、だからまあ、魔王とかフィリップはなんか同じようなとこにいんだよな。あ、結婚式呼んでもいかんかもね。確かに、わかんないけど。わかんない、わかんない。まあ、とりあえず、まあ、呼んでくれたらまあ考えるけど。あ、あとね、雑に扱えるもあるね。意外と、そのさっき言ったフィリップとか魔王さんって意外と雑に扱えないなって俺思ってるから、結構、雑に扱える路線っていう方向で考えると、ライトさんが一番かもしんない、俺。ライトさんはなんか、その辺で見かけて、なんか蹴ってもいいし、なんか、煽ってもいいみたいな。あ、なんか勝手にそんなこと考えちゃってんだよな。意外とライトさんはその軸で一番かもしれない。いや、まあそんな強くは蹴ってないけど、なんか、いや、そんな強くは蹴ってないから、痛みは止まってないんだけど、そう、蹴ってもキラキラしてるからさ、あ、じゃあ蹴っていけるかっていうだけだな。パセさんは蹴れないって、蹴れる蹴れないよ、やめて、ちょっと蹴る蹴れないの話したくないわ。俺がしたんだけどさ、俺から始めた物語ではあるんだけど、パセさんは、全然、雑に扱えないなって思ってる。雑に扱えないし、結構俺側もすごい気使うなって思ってる。気使う必要ないんだろうけど、向こうからさ、気使わないでほしいと思うかもしれないけど、俺は気使っちゃうな。すごい繊細だから、あとね、これは結構、ギルティーな話だけど、パセさんは、確かに雑に扱うとすごい繊細だし、いろいろ気にする人だしっていうので、ちょっと距離を、一定距離を置いた方がいいかなっていうのも一個あるんだけど、一回なんかね、例えばパセさん、俺にちょっとね、懐くかどうかわかんないけど、一回パセさんを蹴る空気を俺が出しちゃうと、パセさんも、あ、もっと言っていいんだな、この人、みたいなさ、うい、うい、みたいな感じで、来そうで、俺からのバリアもあるんだよ。そう、これ結構難しい人間関係の話で、俺側からのバリアも実はあって、そう、来そうだよ。AT フィールドなんだよね、これは。敬語をやめるタイミング難しいよね。そう、それよく言う話で言うと、J がめっちゃうまかったなって。だから、ああいうのコミュニケーション力高いんだろうなってちょっと思ったっていう話は、まあ、俺の配信のヘビーリスナーだったら、まあ、2、3回目ぐらいだと思うけど、聞くのは。
まあ J です、あの J ね。あいつとは関西時代に関西のオフでよく会ってたんだけど、 J は普通に昔オフ勢で関西のよくその QB さんの家とかで一緒にスマブラやったんだけど、 J はね最初はめっちゃ綺麗に J と最後こう電車でじゃあここでみたいな感じで言う時も、あお疲れ様でしたみたいなさ、すごいちゃんともう頭を下げてお疲れ様でしたみたいな、ありがとうございましたみたいな、なんか感じだったのよ。そんなにめっちゃ昔ってわけでもないけど、でそれがなんか徐々にっていうか、いつの間にかタメ口になったの。普通にその境目が分かんなかったんだよ。なんか俺そうすごい結構印象的で、それがあれよく考えてみると J ってあんなに丁寧だったのにどっからタメ口になったんだろうって、その転換点が全然分かんなくて、うまいなって思ったんだよな。あれがコミュニケーション力かなっていうのはちょっとあるね。あーそう、敬語の使い分けちゃんとしてるんだよな。だからなんかね、 LINE はねわきまえてると思う。そのネット上の立ち回りとして LINE を見極めてるかどうかわかんないけど、将軍31歳はなんか切ない。それいつから知ってる人よ俺のこと。18の時とかから知ってくれてんだったらなんか切ないとかちょっとわかるけどさ、どうせ皆さん僕のこと知ってるのこの 2,3 年でしょ。雪だるまのアイコンの時から知ってる。あー雪だるまのアイコン結構前か。雪だるまのアイコンいつぐらいだったっけな。あのスノーマンでしょ。それスマホの時までは自分の写真じゃなかったから、自分の写真にする前はあのクレヨンしんちゃんのヘンダーランドに出てくるスノーマンっていうキャラスノーマンパーにしてましたからね。行き過ぎみたいな謎の区切りが流行り始めたのはスノーマン。いや別に謎の区切りっていうかスノーマンがそこで区切るっていうのはなんか普通に原作を踏襲してるだけだからな。やリモクあったね、やリモクチャンネルとか。まあ説明しようっていう感じで、まあ30秒ぐらい話すと、僕の京都大学時代の友達でマッチングアプリにハマったやつがいて、マッチングアプリ系 YouTuber として車とかで待ち合わせしてからホテルに連れ込むまでの会話のレコーダーとかで回して会話のレポートっていうのを字幕にしてホテルに連れ込むまでの一部始終をお届けするみたいな、そういうやリモク男、やリモク系 YouTuber やリモクさんっていうのがいたんだよね。いやまだ活動してない。調子乗ってね、そのホテルに行った後のその本編の方もね字幕にし始めて、それでバンクラって終わった活動が多分もうあのバンされてチャンネルないと思う。そこまでやったらよかったんだけどホテルに連れ込むまでだったらもういくらでもねやり直しは聞いたんだけどね、そこからも字幕にしちゃったからサイトを変えてね出直してきてほしいね。チャンネルとしては結構面白かったからさ、登録者数は1000人とか一応4桁ぐらいだったと思うけど、動画自体は結構面白かったから何万ぐらい言ってたよ。ゼータに所属まあね、ゼータ所属できないだろ。でも女はラブホじゃなくて美女ホに連れ込むタイプで俺と同じだ。勝手になんか物言われてんな、すげえよ。だからYouTube を通してさ、自分が4年間大学の講義とかで関わってきたやつのさ本番っつうの、講義中のなんか声とかを YouTube 上で聞くのはね、なんか本当に壮大な気持ちだったね。そう、一個思ったけど、俺やっぱ、大きな大会の同時視聴配信とか、ミラー配信とか一回してみたいかもな。まあ、覚えている人がいなかったら、ちょっと後で見てほしいんですけど、アバダンゴがオーストラリアの大会行った時にさ、アバダンゴの試合見ながらなんか、適当にベラベラとザレ言を吐くみたいな、やった、あの切り抜き結構俺個人的に結構好きな動画の一個としてあって、ああいうのちょっとやりたいんだよね。あそこまでふざけはしないけど、そう、ちょっとね、ミラー配信の才能がなくもない気がするから、アポロッチ応援配信でも、アポロッチと日本勢当たったら俺絶対日本勢応援しちゃうけどね。ネスはね、俺、度重なるネスに対するネガキャンをしといて申し訳ないけど、俺ね、ネスはね、あんま強くないキャラと思ってんだよね、今正直。ネスのすね。って感じ。もう大会出ないからあれなんだけど、もう一回当たりたい対戦相手で、名前出すの忘れたけど、ガクトさんと結構当たりたかったんだよな。ガクトさんが結構勝ってるんだけど、なんか人が強いっていうか、なんつうんだろうな、なんか、ネタ殺しではないけど、なんか知らないとやばいことになるよねっていうネタがいくつかあって、ちゃんと対策できてると、割とキャラの弱いとこが存分に出やすいんじゃないかなっていうふうに思ってはいるが、ただ、あの、ネス側の開拓も、まあ、ちゃんとしてるから、まあ、なんだかんだどっかですごいハイリターン択を通して勝つみたいなことが、まあ、ずっとできそうなキャラでもあるんだけど、あんまり強くないと思ってんだよな。いや、まあもちろんスネークだよ。てか、スネークネスはね、割と看護部まであると思ってるから、不利じゃないんだよね。ザクレイが負けないキャラって、あんま強くないんですよね。っていうバロメーターありますね。そしてザクレイは、まあスネークに負けたことが、
まあ1回しかないと。そしてその1回が、まあ、おっとこれ以上はっていうね話なんですけどもう言ってたなんか情けなかったからやめとこうかあんまりちょっとそういう流れにするつもりだったんだけど、なんかちょっとそういや、ザクレイが本当にその今年4月まで3年以上1回もスネークに負けてなかったんですよっていうので、ちょっとネガキャンをしようと思ったんだけど、ちょっとこれなんか避けらんないなと思ってすげえダセいこと言わなきゃいけないなっていう葛藤がちょっとありながら今頑張ったっていうね。まあまあそれは一旦置いとこうか。なんだけど、まあそんだけ長期間スネークと当たり続けてずっと勝ってきたっていうのはあるから、そう、そうなってくると、まあ、ザクレイさんはまあネスにも勝ってるし、まあスネークにも勝ってると。そしてまあザクレイが、まあ勝率がいいキャラってのはちゃんと対策したら、まあ必然的にキャラランクが落ちていくタイプのキャラであるということも、まあ確かだと。それなぜかというとザクレイは対策しっかり考え尽くしていて理論値を出すのがうまいということで、まあ彼が勝率が高いキャラってのは必然的に理論値が出た場合のキャラランクとかキャラの強さを反映している可能性は高い。そうなっているとスネークはと、まあもうこれ以上は言うまいと、まあ言った話でしょうか。ちょっとそうね、全てお話ししてしまったな。まあマジな話すとクソ強いけどね、スネーク。トップ5はなんかない気がないと思ってるけど、まあ10とかは全然あってもいいんじゃないかなと思ってるかな最近。まあなんか自分が使ってて全然弱いなっていうその性能的にね不満があんまなかったから、まあ、純粋に強いなと思うよそれは。まあ、ちなみに、俺のフォックスは、まあ、フリーとかを含めたら負け越すスネークはいなかったっすけど、ザクレのスネークだけで負け越しましたね。無理。あいつ、もう手榴弾使えっていう話なんだよな。早く手榴弾使ってくれって思ってんのにさ、意気揚々と DA とか下京とかで、人性能で殴り合ってくるから、まあ、無理。唯一、ザクレスネークだけで負け越したまま終わってましたね、多分俺のフォックス。いや、別にスネークでも何でもいいんだもん、あれ。いや、別にスネークじゃねえんだもん、その、なんつうの。スネークじゃないんだよ、あれ。